スルバシュは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県におけるスルバシュの位置、スルバシュは、県西北部にあり、イルイコールエイコールビレ県に分け入ったところにある。シャットーブリアンの北1 4トルレンヌの南3 5ル m 南都の北6 8トルのところにある。スルバシュの北側境界を、サムノン川が流れ、 ビレーヌ川に合流する。ブルツ川はサムノン川の支流である。スルバッシュは比較的穏やかな海洋性気候のもとにある。年間降水量は700ミリメートル以下である。冬は平均して湿気が多く温暖である。夏は比較的乾燥し、適度に暑く、日射量が多い。コミューンを南北に、ルジェからトゥリーに至る県道163号線が、 コミューンの西側境界沿いに貫いている。東西にコミューンを走る県道110号線もある。17世紀までの地名は通イコールルイコールバルであった。ブルュツ鉄工後私たちはルドンのサンソブール修道院が作成した特許状大帳の中に9世紀からこの教区の痕跡を見つけることができる。言い伝えではある忍者の話を伝えている。彼は 地元の領主の要請に応じて、サンフィアクルに捧げる、礼拝堂を創設した。教区は、サムノン川両岸で成長していった。現在も中世の遺構モットベイリーと、等、旧教区教会を見ることができる。スルバッシュは、シャトーブリアンからレングへの道の途上にあった。王家の道と呼ばれたように、サムノン川に架かる橋にまで及んでいた。この橋は、 移行となってまだ川の中に残っている。現在の町の形が整ったのは17世紀である。町は川の位置からより標高が高く遠い場所にあった。1920年代に町は復興を経験し人口が2倍になった。これはボンヌフォンテーヌ集落にあるブリュツ鉄鋼の開発に起因する。1912年にブルターニュ鉄鋼会社によって始められ。 1920年に、鉄工は JJ、カーノイ・フォージスでバス・センドラ社に買収された。大勢の外国人たちがここで働いていた。コミューンは労働者の都市となった。1950年代に、鉱山は閉山した。ソースイコール1999年まで、LDH、イ・ヘス、カシニー、2004年以降、INSEE その他、鉱山労働者の流入に伴い、 1923年にボンヌ・フォンテーヌの鉱山地区にポーランド人礼拝堂が建設された。ありがとうございます。